大戦士のオバコライスターミナルに描かれた巨大イラストオバコ娘は、秋田オバコ農業共同組合のマスコットキャラクターで、ある。オバコとは、辞書によると、東北地方で、少女や娘、あるいは、後取り以外の娘、未婚の女性や妹を意味するとされる。合併の際、新農協の名称を公募したところ、秋田オバコが多数を占めたことから、 新農協の名称にふさわしいとして決定された。秋田尾箱農業共同組合ホームページによると、秋田尾箱とは、秋田で生まれ育った娘さんの意としている。旧大曲川牧市や旧千北郡町村を指す、大曲千北地方は、秋田尾箱の本場とされ、秋田美人の輩出が特に多い地域として知られる。また、民謡、秋田尾箱武士の誕生の地としても知られる。主として、 組合員向けの商品にキャラクターが描かれている。一般向けとしては農産物の放送やラベルに描かれることがあるほか、一部の生協で販売されている精米や、首都圏の一部の献血センターが配布する精米に描かれることもあるという。以下の農協施設や設備等に描かれることもある。かつてイラストが表示されていたものイラストが表示された。 グッズ2002年12月21日放送の JA グループ秋田提供の番組でインタビューを受けた。イラストを描いた人は現職 JA 職員の女性。幼少の頃から漫画などを模写していた、イラストの勉強や美術部に所属するなど本格的なことはしていないが、中学時代はイラストクラブに所属していたとのこと。それ以後はブランクがあったが、 その後組合内チラシコンテストにてチラシに手書きイラストを入れたことがきっかけで再びイラストを描き始めた。このチラシコンテストが契機となり抜擢されたようである。作画手法は手書き原稿をスキャナで取り込み、タブレットで修正、彩色を行うようである。ノートパソコンとタブレットを使用し番組内で実演をしていた。キャラクターのイメージとしてはぷくぷくとした。 可愛らしい純情そうなおばこ娘をイメージして描いたとのこと。今後の抱負としては、漫画っぽい女の子のイラストだけでなく、本格的な絵のようなものや、商品のマークにもチャレンジしてみたいと述べていた。ちなみに、おばこ娘キャラクター入り肥料袋が流通する、前年に放送されたもののようである。その後、2009年2月14日放送のアクト、秋田テレビ、JA 緑の広場の、 頑張ってますのコーナーでおばこ娘が取り上げられ、作者がインタビューを受けた。この、頑張ってますのコーナーは、県内16の JA が頑張っていることをピックアップする企画で、秋田おばこの業共同組合では、第1位が、秋田おばこ米、第2位が、おばこ娘、第3位が、加工品であった。第2位のおばこ娘の紹介では、作者は、 秋田オバコ農業共同組合の女性職員ということで職場で仕事をしている様子と自宅でイラストを制作する様子が紹介された。オバコロマンシリーズの肥料にキャラクターが使われた経緯についてこう述べている。この肥料の担当者が元はこの職員が所属する秘書の直属上司だったことからこの職員にイラストを描くように依頼があったとのこと。以前のオバコロマンのパッケージは 他の JA 職員が描いた切り絵イラストであったという。本人曰く、現在のイラストは、より可愛らしく親しみやすいものを目指して描いたとのこと。おばこ娘の瞳は印象深い緑色をしているが、春の緑一面の田んぼをイメージしているとのこと。秋田おばこの行共同組合には、米以外にも様々な特産品があることから、 それらの様々なものを持ったおばこ娘を描いてみたいと抱負を述べた。今回の番組企画において JA 緑の広場の司会アナウンサー二人のイラストを描くことになり、オーバーオール姿の二人が大きなハート型のおにぎりを持っているイラストを仕上げた。ちなみに前回の放送では描くためのポインティングデバイスとしてタブレットを使用していたが、今回はスキャナで原稿を取り込みマウスを使用し、 補正再意識をしているようである。第1位の秋田おばこ米の紹介では、大戦士4つ屋のライスターミナルからオーストラリアに輸出される際のセレモニーにおいて、秋田おばこ運輸の大型トラックの前面に、おばこ娘のイラスト入りの垂れ幕を取り付けて出発する様子が紹介され、ありがとうございます。